安めぐみです。そっちかい。お久しぶりです。あれなんか満冊持ってきたと思った。あ、しかも新冊の。新冊になりましたね。新冊になりました。うちの旦那さん、はい、お坊ちゃまで、汗拭くのが満冊なんですね。で結婚してるうちに、あ、私もヤスさんも拭くようになりました。拭くようになりました。汗かいてますか。ありがとうございます。もうちょっとこの辺とか、あ、そうです、あのこの辺とかそのままもらっちゃおう。 あれ入ってないよね。まだ大丈夫。余ってます。余ってるんですか。あ、じゃあもうぜひ。旦那さん金塊とか。金塊って何ですか。金の塊。金の塊、はい、で拭いたりとか。金の塊で拭いたりとかして。そうなんです。あれは痛い。それは痛い。痛いんですけど余ってるんで、うん、余ってる。それ全然汗拭き取らない。それ全然全然拭き取らないと思うんですけど、痛いだけ。パフォーマンスで。しかも重い。お、重い。重い。重いんですけど。はい、なんで今日は、はい、汗を拭くのを満札で拭いてますっていうのを全世界にアピールしたいですね。うちの旦那さん、アズマックスって言うんですけど、はい、すごいんですよってことをちょっと伝えたいなと思いまして、はい、じゃあ彼がにします、はい、私も。あ、うちの旦那さんアズマックス。アズマックス芸人なんですけど、はい、はい、My husband, Japanese comedian. Japanese comedian always swipe the sweat. Swipe the sweat. By 10,000 yen. 10,000 yen. Many 10,000 yen. 普段はいっぱい旦那さんが持ってるんですね。10,000 yen のメニーって何さ。ことは2万円ってこと。違う違う、3万円え違う、5万円くらい。え、5万円くらい。え、ちょっと待って。あ、そっかそっか、5万円ってこと。5万。 5,000 円かな。え、5 pieces な。あ、50,000 円でしかならないよね。5万円って言いたいんだってさよ。あ、5万円、うん、5万円たくさん。たくさん、many 10,000 yen。 5万 5 bills of 10,000 yen。 おかしいね。じゃあ普通に満札で大丈夫ですか。満札でいいですか。はい、大丈夫。じゃあ buy 10,000 yen。 10,000 yen。 そっか、もうちょっとね。じゃあ50,000 yen にしときます。5万円ぐらい、その方が事実に近いので。事実に近いので。じゃあそうしてこう。じゃあ、 my husbandJapanese comedian, Azumax always swipe sweat by 50,000 yen. Okay? ちょっと難しいですね。難しいですね。My husband. My husband. Always. My husband. My husband. Japanese comedian.Azumax always swipe the sweat by 50,000 yen. Yes. すごい。ありがとうございます。覚えるのが早い。すごい。And now I swipe sweat by 50,000 yen too. Too.Oh, okay. All right. ということで、Yes, めぐみさんでした。